はようございます、モーリススタッフの里根です、いつもね Facebook やインスタで応援いただきましてありがとうございます。見てください、今日はですねここ玄界の谷に来ました。ここはですね、まあ皆さんこの船もね、もうこの形でもう分かるかなと思うんですけども、サンライズ号に来ております。今日ですね、まあ VS 企画ということでちょっと戦いを挑みたい方がいるんですけれども、ここでねちょっとゲストの方をお呼びしようかなと思うんですけれども、おはようございます、はい、あちょっとまだ今田代さんって呼んでから入ってもらうけども、来ちゃった、来ちゃった、なんか玄界灘を語ろうとしてたんで来てしまったんですけど、ちょっと今日は田代さんにちょっと勝負を挑みたいなと思って来たんですけれども、まずですね平政と思うじゃないですか、まあ、平政でも勝負するんですけれども、まあ、おそらく勝ち目がないかなっていうふうに思うので、っと、平政とスーパーライトの2本立てでちょっと勝負を挑みたいなと思います。はい、はい、でちょっと私に有利な条件にさせていただきたいんですけど、平政はサイズです。もう本数じゃ絶対負けるので、本数で負けるサイズ、私に一発でかいのを期待してください。サイズで勝てると思ってるまあそれが強いじゃないですか、ワンチャンあると思います、はいね、やっぱりね、そうなんです、魚かける魚選べないですからね。そうです、そうです、それはでかいのが来てほしいなと思います。ともう一個 SLJ の方なんですけども、こちらもちょっと、たくさんの魚の種類が釣れる釣りなので、まあ、引数だとかサイズじゃなくて、魚種ですね、種類を多く釣った方の勝ちなんですけども、ルールとしては、5種目先に釣った方の勝ち。5種目結構多いですね、まあ、どうですかねそこも僕はそこちょっと不安ですけど大丈夫ですか、ね、そこはちょっと私は自信になるところなんで、僕だけ3目にしてくれるとかですね。ダメです、もう全力で勝ちに来てますので何釣ってもいいんですか。何釣ってもいいです、エソとかベラとかなんかいろんなもの釣れるじゃないですか。そうですね、何でも OK ですか。何でもいいです、はい、何でも OK で先に5種目釣った方の勝ち。5種目、はい、まあ、もし、まあ、釣れなかった場合は、まあ、その時間内で多かった方の勝ちにしたんですけど、そういったルールで、はい、やりたいと思います。で私が勝った暁にはですね、ちょっと憧れの田代さんに、肩もみをねしてほしいな。肩もみしてほしいです。勝利の肩もみをね感じたい。ちょっと力入っちゃいそうな感じですけど、そんな強みじゃなくて気持ちいいやつをお願いします。今勝てたらぜひお願いしたいと思います、はい、じゃあ僕が勝った場合は、そうですね、何も何でも言うこと聞きますよ。やっぱまあ毎日毎日海出てるんで、はい、船が汚れてるんで掃除でもしてもらいましょうかね。掃除で肉体労働じゃなければ。肉体労働ですよ。あ、怖いなヘトヘトになりますよ。そうですね、あんま筋力自信ないんですけど頑張ります。筋トレと思って、はい、頑張ります、はい、じゃあ今日は頑張りたいと思います。よろしくお願いします、はい、ご期待ください。よろしくお願いします。シルバーゼブラ、針ちっちゃいよね。はい、じゃあ今から SLA 対決スタートします。ゴー。もう落としてますちょっとフライングですか。いってらっしゃい。結構ね下に反応があって、うん、怖いもうリールの音がするだけでドキッとする。ムカつく。あーペースを乱そうと今一生懸命頑張ってます。なんせちょっとハンデがないですからね僕には。そうですよ、いや私が勝てるのはここなので絶対ここは落としたくないです。肩もみされたいな。砂地っぽいな。これ田代さんが今巻いてるやつで転売店ですよね。転売店10色で 100m に10色のマーキングが入ってる転売店ですよね。そうです。私今日ね、最近発売しました SLJ 専用の
糸を出したんですよ。自分だけそんな使ってるの自分だけそんなやっぱね、SLG のマーキングですよ。もう1メーターマーキング、これがね、魚と会話ができてるから大丈夫。道具には頼らないと。あの茶色いパッケージというか、あのあーそう、ベージュっぽい、はい、今画面に映ってると思いますけれども、SLJ マックスパーティーですね。マックスパーティー、はい、何マーキングが1メーターおきにマーキングがあるので、はい、あ、これは10メーターずつになるんですか。そうですね、そうそう、転売店の方、10色の方は深場にいい糸なんですよね。10色だとこう数えやすい、200メーターとかだと同じ色が2回いけばいいので、うん、でそれ1メーターごとにも入ってるし、10メーターごとにも色が変わります、はい、で5色なので、5色、まあ、深いところをやらないしね、そんなにやらない。そうなんですよ、朝までやるぐらいやって。そうなんです。ちょっとあなたあら、でかいでかい、あれ大きい大きい、あーキジハタ、あこうや、キジハタが早速ちょっと出演者のドルブの魚をやめてくださいよ。あ、食った、やりあ、足が取れた取れた取れた、おお、何それ根魚かな、なんだろう、重いけどあんま引かない。さっきはブルブルしてたな、ね、おお、なんだなんだなんだ、キジハタ、お、しかも結構大きい、おお、キジハタ、キジハタですか、キジハタです、おお、ナイスサイズ、キジハタだ、おー、がっちりケツフッキング、フォールで食った、フォール、フォールですね、そうですね、巻き上げ、チョンチョンしてたら食いましたね。わー、キジハタやられちゃいました。あれあれ、釣ってるんですか。いや、根がかり、根がかりですか。あほっそりと、これもアコーです、キジハタでした、お、同じ魚、これ大きさ関係ないからこっちがちっちゃい、イエイ、ドロー1対1、よし、はい、いきまーす、まあ、よっ、パリ、おお、いったいったいった、一目さん、ありがとう。まだまだ、はい、サイズが小さいんで、ま、そうですね、倍ぐらいの大きさ、倍になるんですか。それやりますか。こんな、それやるんだったら、寄付して食べましょう。でも、ベラで負けてるのか。あ、ベラは農館です。ベラ農館？農館です。なんで農館？使いますよ、あれ。使う。使っていいですか。使う。やったー、ありがとうございます。何フライングしてんの、もしかして。フライング、フライングしてますよ。フライングしてんの、ずるいな。なんかかかったっぽいです。向こうだよ、そんなの。こんなこんなフライングして釣っちゃったら、フライングして釣ったら向こうだよ、向こう。ベラ釣れました。ベラ、すげえフライングのベラだけどでもいいですね。それでこれで田代さんの肩もみに一歩リードですね。 SLJ ってこうジグを
餌だと思って食ってくるやつもいるんですけど、まあなんかなんだこれお友達かなって言って、なんかこうつっついてみようとして、人間だとね手があってこう触れるんですけど、魚は手がないので口でこうつっつくんです。あらららららら、なんですか、なんか下で来ましたよ。これまた種類ですから、キジハラだったら向こうですよ。フォールできました。フォールで、フォールできた。イサキか。お、なんだ、引いてます。ちょっと重量感がさっきよりもあるような感じが。おっと、同じキジハタでした。緊張した。キジハタサイズアップ、ちょっと、はい、キジハタでした。サイズアップ、たださっきと同じなので5種目の追加にはなりません。尻尾は何か、頑張れ、いけ、おお、痛い痛い痛い、よし、次行きましょう。次は上で食わせてみましょうかね。お、なんか来たんじゃないかな。あれ、なんかプルプルって言った。めっちゃ引いてますね。違うかな、サバ系ですか。カニ、え、めっちゃプルプルしてますよ。いやいや、これリール巻いてるから。リールだけか。あ、でも白い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 。お、追加だ、追加、ほら、あ、やられた。2種目目いきました。これ念仏台でしたっけ。金魚、そうですね、念仏台ですね。念仏台か。おー、うわー、大きいですか、これ。ちっちゃい、大きくないですもんね。2種目目ですね。もう2種目目、やばい、やりました。いけるかな。お、いった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 ちゃんといった。イエーイ、やばい、ベラのリードがあったのに追いつかれてしまった。これダブルで勝った場合はちょっといろいろオプションつけれるんじゃないですか。オプション、やばいやばいやばい、マックスだけまでいっちゃおう。いやー、帰れなくなっちゃう。まずいな、 SLJ では勝たないと勝ち目がないのに。お、食った。おお、わあ、おお、結構流されてるな。なんでしょう。いや、ボトム、ボトムですね。畑系だな、きっと。あ、腕がやばい。それじゃ掃除はできない。それで腕が痛いとか言ってたら。なんだろう。あ、ちょっと引いた。うん、引きましたね。え、これクエじゃないですか。マハタ？違ったらどうしよう、恥ずかしいな。マハタですかね。マハタかな。結構上げてきたけどまだ引きますよ。なんだろう。シューマイカリ。いや、口切れがやる。いやめて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 。あ、今見えたような、違うかな。お、見えたぞ。なんか上がってきましたね。なんだ？なんだ？お、なんだろう。大きい、大きい？大きいんじゃないですか？あ、黄色っぽいなんか。なんだ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 。おー、カウントか、これはもしかして。え？あっこー。大きい。デカアコー。大きいけどな。デカアコーです。種目としてはノーカウントですね。ナイスサイズ、はい、アコーでは大きい、はい、キジハタさんですね。でっかい。嬉しいんだけどな、嬉しいんだけど今は違うんだ。マハタさんの方が良かったな。はい、今こちら釣れたんですけれども、こちらの針、バリバスより、新発売しました、ベアクローですね。アルバニーオーシャンワークスベアクローという針になります。こちらですね、ちょっと太軸で、懐を広く取っているので、まあ、こう深場から上げてくるときにバラしにくいっていう針になってます。結構この針穴を広げてしまうと結構バラしちゃったりするんですけど、それが、刺さったところからずれにくいようにこう懐にホールドポジションっていうのを
作ってますので、ほんとばらしにくい針になってます。で大事なのは、この針先がストレートポイントであること。ストレートポイントだと、ほんと、まあ、じゃれつくようなあたりも拾えるので、ジグがですねこちら、ビートさんから出てます。でベージグレーっていうルアーなんですけれども、こちらですねバリバスでもオリカラを、今度発売しますので、こちらも要チェックです。はい、ありがとう。よやめて、よやめて、遠いけどこれは根魚か。お、引いてる、ちょっと引いてる。なんですかそれは。ちょっと引いてる。お、ほら。お、引いてます。この竿が目いっぱい曲がるところがいいですね。スーパーライトジギングは。お、焦る里ね。あー、やめて。お、引いた。またちょっと引いたぞ。見えました。何ですか。見えました。アコーです。アコー。大丈夫。アコーでした。よっ。おお。ちょっと深場で釣れるアコーはサイズがいいですね。同じ種類。アコーでした。いいサイズです。ほっとした。ほっとした。あー、でもまあ薄々そうなんじゃないかなと思ってファイトもうちょっとマハトだったら暴れますからね。出てます。はい、まだサイドも2種目です。まだまだ頑張ります。キーおっと、ちょっと違う魚かこれは。おっと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 、キーよっ、これは来たでしょう。3目目、ね、違いますか。アコウじゃない感じですか。アコウではないでしょう。これあー結構引いてるな。なんだろう、浮いてきてます。根を切ったらあとはテンションを緩めないようにゆっくり上げてくるだけです。分からないところがまたスーパーライトジーそこなんですよね。魚種がもう20種類30種類ってかかるんで、何がかかってんのかな。結構ね、機械では引きでは判別できないところがなんだなんだなんだ。おっと、見えました。なんだなんだ。見どころはあんまり良くないとは思うけど、はい、もしかして。わー、おっと、3種目目や。はいです。キーイエイ、やりました。タイ、おー、やった。まずい。おーい、ピンピンの綺麗なタイです。いやー、3目目やりました。一歩リード。キー、悔しい。いやー、やられた。まずいな、大形になると思わなかった。よし、じゃあリリースします。これはまだちっちゃいんで。よいしょ、はい。おー、元気。おー、元気。やった。続けていきますよ、どんどん。やばい、あと2種目。でもね、私は今ね秘密のジグに交換したんで、ちょっとこれでね、なんかいいよ、巻き返しますよ。秘密兵器最初から使った方が良かったんじゃないですか。そんなことはない。私がそれをね証明しますよ。あ、来たほら来た。でもねボトムなんですよ。いやでもアコーじゃなかったら、アコじゃなかったらいいですよね。アヤメカサゴで。アヤメカサゴか。ええー、外れた。外れた。外れた。
リーチ垂れたらやだな。そうですよね、もう一本垂れたらリーチだもんな。やばいやばいやばい。お、出てきた。おお、違う、なんか違う色だ。違う色です。おお、きたー、半目目。まさか増えない。また会うことになるとは。これがね、秘密のジグですよ。ビートさんのホットベリー新商品ですね。じゃあ3種目目やりました。ドローが続いてます。いい勝負ですね。ドローが接戦でございます。ありがとう。ほっ、入った入ってった、よかったよかった。お、来たー、やっほー、リーチか。怖かったよ。おっと、リーチっぽいな。これ何、これなんだこれ。おー、何ですかこれ。すごー、初めて釣った。4目目やりました。よいしょ。秘密兵器がいいですね。効いてますね。大貝さん、ありがとう。こちらですね。はいはい、4種目目、名前わかんないですけど、地元じゃ赤い先と呼ばれてるらしいです。やられちゃった。いややられちゃった。やめて、せっかくリーチリードしたと思ったのに。これで2人ともリーチになるか。アコーだとノーリーチ。お、アコーじゃない。アコーじゃない。アコーじゃない。カサゴです。わー、リーチ。リーチ。マイケルじゃないですよ。リーチ。カサゴがこんなに喜ばれる。おお、カサゴ久々です。久々にカサゴ釣りました。しかもうっかりカサゴじゃないカサゴかな、これは。はいはい、リーチです。私もリーチです。リーチ、リーチ、何ですかこれ。オッケー、こいつでいこうと思います。キビナゴから、なんといっても九州のが、私も、ちょっとまあ浅ばってて浅めのところって聞いたので 45g ですね。で、針はちょっとリトルモンスター、こちらの針ですね。こちらはすごいかかりが早い針なので、こちらで、じゃれてくる魚を絡め取りたいと思います。あれね、あれね、何ですか。あー、よかった、カサゴでした。あ、焦る、カサゴ、カサゴでした。いや、でもいきなり威力を発揮しましたね。1投目、これは期待できますね。よし、フォールが早いです。これはさっきよりもタングステン、タングステンです。やばいやばい。え、リースして、え、やってるんですか。移動するって言ったのね、今。小さいシルエットで。ちょっと待って、移動するんでしょ。ごまかせる。大沢さん、このままほら。もんげましたよ。だい。早い。早いです。勝負が早い。一方一匹です。やっぱりマッチザベイト。聞いてますね、キビナゴから。これはさっきよりちょっと。しかして試合終了の魚ですか、これは。赤旗な感じなんですか。あー、よかった、アコ。はい、アコでした。セーフ。アコ、あー、すごい、次々釣れますね、これ。2匹釣ったよ、2匹。移動するって今言った。決戦の前と言ってきながら、釣るくらいですか。用意してたから、ちょっと落としてみようかなと思って。もうリーチになってるんですからね。ずるい。カサゴとアコ、自分まだカサゴ吸ってないから。ドキドキする。でも本当にね、見事うまいこと本体とも 4目になって。本当ですね、いい勝負ですよね。いい勝負になって
ドキュメンタリーです。うわあ、え、あ、根掛かりか。おお、怖え。でかいと思った、なんか。チャンス、チャンス、今がチャンス。決戦の舞台ですね。なんかすぐ来そうな気がする。なんか言ってましたもんね。魚探めっちゃ映ってましたもんね。ほら来たー、やめてー。今すごい当たりだった。これイサキじゃない、これは違います。青物だ。青物、多分青物だと思う。こっちも早く来たよ。ゴソンって来た今。中層、中層。うわ、暴れてる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 。走り、あー、ブレた、ブレた、ブレた、怖い怖い、ブレた、ちゃちゃちゃ、めちゃめちゃ暴れてた。いやー、焦る。白熱です、白熱。いや、よく逃げた青物、よくやった。青物だった今の。よくやった。ヒラマサかな。ヒラマサ。うわー、やめてよし、よし。なんで巻き巻き巻きできた。なんだろうな。お、まだちょっと首叩いてる。秘密兵器が効いてます。秘密兵器が。キビナゴカラーか。秘密兵器どちらでしょうか。赤旗であってくれ。なんか出魚っぽい。ボトムからの巻きできたから。赤旗であってください。赤を来い。さあ、お、白い、なんか白いぞ。はい、あ、違う、なめたんだ。なめたん、イエイ。おー、よー、すごい牙キー。なめちゃん、イラ、地元ではイラ、イラ、イラとかハトポッポとか。はい、なめたん、なめたんでした。綺麗な。食べて美味しいんですか。食べて美味しい。へえ。白身。はい。はい。イエーイ。買っちゃった。ね、このルアーにしてからバタバタ食いましたよね。本当ね。さっき移動する前も2連チャンで来たし、移動した後もね、2連チャンですぐ来ましたね。キビナゴ。キビナゴカラーです。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。イエイ。悔しい。接戦でしたけどね。接戦でしたね。接戦でした。いやー、ほんといい勝負だったんですけど。めっちゃ焦って、お互い焦って焦りがあったけど、まあ、私より焦ってたでしょ。焦りましたよ、そりゃもう。お互い最後は秘密兵器を出し合って。そうですね。まあでもこれあれだけじゃなくて、今回5種目5種目でやりましたけど、多分10種目10種目でやっても全然釣れるんじゃないかな。できちゃいますね。数もたくさんいるんで、はい、30種類ぐらい釣れたことありますよ。ああ、そんなですか。すごいですね。数えてもう書いてないと何釣ったか忘れてしまうぐらいね。ちょっとメモ取って、まあ、非常に楽しかったです。はい、いや、まさかここで負けると思ってなかったんですけども、まあ、ちょっとね、この後ヒラマサ対決がまたありますので、ヒラマサは大きさですから最後まで、勝負は分かりません。この後も交互期待見てね。おお、すげえ。ジャンプした、ジャンプ、すごい。食わなかったわ。うん、ええ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 。おお、ここに来て走る。乗った。おーしよ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 し。